始まりました。カモユーゾーの優しい独り言、皆さんこんばんは。こんばんは。なんでこれね、何そのリバーブ。まあまあそんなことで ね本日も始まりました、カモユーゾーの優しい独り言でございますが、ね、今日はですね、はいはい、もう何よりも朝一ですごいニュースが流れました。来ました ね、いよいよですよ、5年の沈黙を破り、いよいよサザンオールスターズ復活でございます。いいね。いいね。でしかも新曲、ね、なんか発表するそうで。そう、ピース&ハイライトというですね。うん、ね、すごい。タバコの名前じゃないかっていうね。そんなわけでですね、ね、僕のテンションはもう最高、マックスでございます、朝から。さっきからその話ばっかり。はい、もうね、僕ファンクラブに入ってるんですよ。はいはいはい、ね、すごい。ファンクラブに入って、あ、なんか、まあいいか、後で出すか。僕、会員証ちゃんと持ってますからね。ああ、こういうやつね。うん、そうそう、ちゃんとね。で、いよいよですね、そしてツアーが始まります。うん、そう、ね、野外スタジアムツアーということでですね、皮切りがなんと、はい、日産スタジアムを皮切りに。なぜ日産スタジアムから始まるか分かります？分かんない。本当なら日産スタジアムが最後だと思うじゃないですか。うん、横浜、うん、日産スタジアム、うん、もうそれが普通は最後なのになぜ最初から始まるのかと。サザンの野望は